アルスの居住最終回、ひどすぎる、唐突な勘で強制終了。それまでの過程もよくわからん戦いしたり、クローンだから悲しいんですよアピールしたり、本当薄っぺらい展開ばかりでうんざりでした。オリジナルアニメはやっぱり外れた時の外れ具合が大きすぎますね。とりあえずこのアニメを見るのは時間の無駄です。以上、アルスの居住のお話でした。